元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう、てっちゃんこと荒川哲郎です。川島みどです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲郎先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは新型コロナに打ち勝って大阪を元気にというテーマ、中井がお送りしてますけれども、はい、今年も続くことになってしまいました、オミクロン株の感染拡大について、木戸先生も昨年はお越しいただいて、今度オミクロン株は広まるだろうということはおっしゃってはいましたけれどもね。ウイルス学の専門家ですからね、彼は、今日は専門家いない状態で非専門家として喋ることなので、ちょっと心細いんです、ね、でも医学博士としていろんな見解をお伺いしたいと思うんですけど、木戸先生の話はね、ウイルスの特性としては人間と共存していく方向に変容していくのが普通の経路なんでね。そうですので、感染力は強まってきて広がりやすくなるんですけども、その分毒性っていうんですかね、被害を与える程度は下がってくると。だ波は1波2波3波4波5波、今度6波ですよね、6波だんだん大きくなってくると、これはもう人数的にはね、今日収録で1月18日に収録していまして、今日の数で言うと日本全国で3万人を超えたという、ことで、各都道府県で過去最高過去最高、毎日ニュースでね伝えられてますけれども、それがウイルスがたどる、人間との共存の、ストーリーになってくると。共存に向かっていると、向かっているということですね。でその分その毒性が弱くなってくるので、逆に重症者とか死亡者の数は減ってくると、ただ感染者が大きくなってくるのでね、それほどは減らないかもわからないですけども、その辺はだからウィズコロナにどんどん向かっていってると、今で言うと感染者の多くは若い30代以下が、そうですね、大体そのお正月の休みとか、あるいは成人式がありましたよね。そうですね、成人式の時に当然同級生が集まるから、そこでちょっと盛り上がってしまうとかね、いうことが起こってしまって、そういうところで感染が拡大しているっていうのが、その若者の感染が増えてる理由だと思うんですよね。だから去年できなかった子も重なってから、ダブルの人数になってるわけですよね、ただそれはかわいそうな時期を過ごしてたっていうこともあってね、なかなか責められないところだと思うんですけど、でそこから今までだったら2週間後ぐらいに波がやってくるイメージだったんですが、オミクロン株になると症状が出るのも早いんですよね。そうですね、デルタ株とかだったら移ってからだいたい5日間ぐらい、そうですね、それが今もう2、3日で出ちゃう。そうです、2、3日、実際そうです。陽性の人と接触してからもう2日でだいたい発症してるんですね、みんな。だから潜伏期間短いから早く発症するし、発症したらその治るのも早いのでね。もう家族が移ってしまうと1ヶ月以上家から出られないみたいな、そういうことも今回のオミクロンになると、軽減されては来てるということなんですね。濃厚接触者の方も今で14日間自粛ってなってたけど、それは10日にね、10日でも長いと思うんですけどね。今本当はもうちょっと短くてもいけるんでしょうけど、まだそのエビデンスが揃ってないから、そういうリスクを取ってと長い目にしてるんですけどね、それでも10日に縮められたっていうことなんで、それは良かったと。世界的に言ってもアメリカとかニューヨークとかってもう爆発的に、日本とは比じゃないぐらい感染者が出たけれども、ニュース映像とか見るとみんなマスクしてないじゃないですか、もう日本以外の海外は、
共存っていうところにシフトしていってるんですか。そうですね、もうまあ打つ手がなくなったということもあるかもしれんけど、もう共存に向かってますね。最初ちょっとアフリカで出た時は世界中ピリッとしてたんですけど、もうここまで広まってしまって、重症の方もデルタよりは少ないということが分かると、もう共存の方に。そうですね、ただやっぱり注意しないといけないのは、若者は軽症で済む人が結構多いけども、それが高齢者にね拡大すると、やはり合併症持ってたりとか、リスクが高い人がね多いですから。そうですね、ですからそういう人たちの、大きなダメージにつながってくるのでね、その辺はその社会の問題としてね、若い人たちも自分たちは軽症で済むんだっていうふうに軽く見すぎると、いろんな人に迷惑が、かかってしまう。見えないですから、す、ね、自分が軽症でそのまま他の人に移って、その人が死んじゃうかもしれない、っていうことですもんね、あともう一つは医療の逼迫がまた心配されますよね、数が多い分、そうですね、本当に重症の人の数が増えてくると医療逼迫になるけれども、比較的重症になる人が少ないということと、それと治療薬も、メルクの治療薬が今使えるようになってるから、2月になったらおそらくファイザーの、もうちょっと効果の高いですね、これも特例承認多分出ると思いますんで、そういう治療薬が出てきているので、早く飲まないと効果はないんですけどね、早めに飲めるような迅速なそのシステムを、ちゃんと作ったらかなり医療逼迫は防ぐ方向でねいけると思うんですよ。なるほど、もう一個進んでないというと3回目のワクチンですよね。これもねやっぱりね、はい、前倒しをもうちょっと早くしてくれたらよかったな。もうこれ言ってもねもう仕方ないことやないけども、もう少し、防げたかもしれないですけど、これ結果論やから、そうですよね、仕方ないですけども、このワクチンっていうのはもちろん打ったからと言って感染しないというものではない、ないけれど も今ブレイクスルーが起こっているのは主に2回目を接種してからだいぶ時間が経っている人が多くなっているから、免疫力が低下しているのと、もう一つはデルタまではよく効いたんですよね、ただオミクロンになって、変異が起こっているので多少効きにくくなっているというので、3回目接種するとなぜ効くかというと抗体価がバーッと上がるんですよね。3回目でグンって上がる。そう一つ一つの抗体は力弱いけども、たくさんなったらね、オミクロンに対しても効果発揮するので、だから3回目の接種が有効であるって言われてるんですね。これでも1回目2回目、副反応が辛かった人は軽症なんやったらもうなっても一緒やんみたいな気持ちにもなるかもしれないですけど、てっちゃん先生は医療従事者ですから、3回目でスタートされてる中なんですが、2回目と3回目って違いってありましたか？あんまりね僕鈍感なんかな、そうなんですよてっちゃん先生ねそうだ思い出した、あんまり参考にならない1回目も2回目もそんなに変わらない、打ったところの、痛みはね、2日ぐらいやったかな、ありましたけども、だからやっぱりね年齢上がるとそんなに反応も上げすごく遠回しに言ってますけどそこまで心配しなくても、それよりオミクロンになる方がやっぱり辛いとい う、ちょっと不安に思ってらっしゃる方はね、でも3回目の案内が来たらそうですよね、もう打ってもらった方が絶対いいと思います、だってもうコロナに限らず、インフルエンザもね、でもどうなんですか、去年インフルエンザ少なかったけど、インフルエンザも全然入ってない、僕ねちゃんと予測自分なりにね、流行らないって予測したんですよ。はあ、新聞によっては、去年が流行らんかったから今年流行るんじゃないかって言われてました。2つ意見分かれてたでしょ、流行るって思ってた人は、免疫ができてないからね、去年かかる人少なかったから、毎年だいたい1日1万人ぐらい、もう平気で超えてたわけですよ。それ、1000万人ぐらいの人が感染してる、インフルエンザはものすごい数なんですね。それが、去年も今年も、だいたい今の時期でね50人とか60人ぐらいの人が感染している程度で、少ないほとんど感染してない、今年もそう同じだから、じゃあやっぱり手洗い、手洗いとマスク効果だと思うんですよね。はあ、でそれをしているにもかかわらずオミクロン株はこんなに増えてるっていうのは、やっぱり感染力がね
相当強いっていうことだと思います。マスク手洗いが無駄なってわけじゃなくて、はい、していてこれぐらいに抑えられてるっていうことだと思うんですよね。あ、うん、家庭内感染がね、うん、すごく増えてるんですよ、はい、で、まあ、まずその子どもさんがね、はい、陽性になってきて、まあ、その子は軽症なんだけども、保護者の方に感染しの、はい、まあ、じいちゃんばあちゃんに感染していくっていうことになると、やっぱりその重症の人がね増えてくるので、家庭内での過ごし方っていうのもね、はい、ウイルスを持って帰ってきたと想定してあらゆることをねやらないといけないんで、うちはディスタンスは星空のディスタンスぐらい。だいぶ遠いですね。でもそれ大事ですよね。本当お孫さん可愛いしたいところですけども、星空ぐらい離れて命あってのね、おじいちゃんおばあちゃんと孫の関係ですからね。食器もね、まあ、もうちゃんと別にしたりとか、手洗いしてもそのタオルを共有しないとかね、そういうことをちゃんと守ってやっていただいて、はい、まあ、家庭内感染を防ぐっていうのは次のね、はい、大きなテーマだと思うので、ね、これがもう共存に変わって、うん、ただの風邪やと言えるようになるまでは、そうです、もうちょっとの我慢という、そう、今がね、はい、踏ん張りどころになってると思うんです。これ踏ん張ったら、はい、もう本当にウイルスコロナでね、はい、治療薬ももっと新しいのができてくるし、ワクチンもまた改良されたものができてくるし、はっていう風になってくるんですね。それまではワクチンの順番が来たら3回目打つ、はいはい、手洗いでアルコールの 消毒ですね、そうですね、消毒も大事、はいはい、でお家での感染も防ぐ、はい、いろいろもう改めて注意していく、はい、ということですね、はいはい、ではてっちゃん先生、はい、今日の一言お願いいたします。はい、これは川柳でいきましょうか、はい、川柳、うん、はい、オミクロン、オミクロン、第6波来て、第6波来て、オミクロン、オミクロン、オミクロン、あ、継承略うまい継承略、もう最後の苦労で済みますように愛を込めての川柳でございました。はい、来週もお楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品、元気出していこう、てっちゃんねる。さあ、番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいこと何でも結構です。お便り募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で、てつアットマークobc1314.co.jp、 ファックスは06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また番組のホームページからは過去の放送が聞けます。聞き逃した方はぜひ聞いてアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。